は集団リップしか引いてない。総投手45,000。そろそろやめようかって思ってたとこ。はめっちゃ携帯見てた。いい音したな今。ひどい、据え置きだった。なんと据え置きでした。最悪だ。わわ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 わ。どうしてるか。あー反連なんだろう。全然コインはできてないんですけど、ちょっとした満足感を3連で感じてる私、大丈夫かな。今回も2人が焼肉目指して実践するホールは JR 蒲田駅西口から徒歩1分で到着、ひろき蒲田西口店。さらに徒歩1分でひろき3号店に到着です。もう使わないはずだったのに。現在、42,000円ですね。投資しているんですが、さらに追加投資です。あとこんなポイント捨てられないし、どうしよう。これで最初の 50% 外したらどうしよう。もう終わりだ。なんかポイント狙いとか言って、もうそれ3連勝するの前提で言ってますからね。どうかしまた来た。ここ行くな。まあ今いたところですね。どうぞ。チャンス。いよいよ。ホールド。あ、来ない。お、カットイン来た。ボイカットイン。あれ？文字の色は？白？白？白い。頼む。おお。おお、びっくりした。よかった。復活でした。セーフ。セーフ。何がセーフなのか分からないけど、1000円しか使ってないんで、まだ1000円しか追加してないんでセーフです。238ゲーム。うん、よし。どうだ。
いやー、なんとか1000枚以上、まあ、理想は1250枚できた最後の1000枚は A タイプで頑張る、時間的に。もう終わりだ、終わり。結局1000枚いかないか。なんかの間違い、一応下段ひなな4回行きましたね。ないやろうけど、後のせいでドッカーンって可能性ゼロではない。ゼロゼロみたい、それはゼロでしょ。ああ、盛り上がった。時間的にきついよな。 A タイプやな、 A タイプ。30ギリ回して上がんかったら A タイプ。いやー、これはちょっと頑張ったよ。まあ、4万5000までに届いてないんですけど、まあ、半分近く。チャーグラ、チャーグラ、あんまり空いてないよね。そうだ、バラエティもあるんだよ。打ったことないメゾン？これ守りじゃない、守りじゃないです。攻め、攻めメゾン。したんですけど不安だな。まあでも今、まあ、歌ってるからこれは大丈夫。いけるな、まくれるな、もしかしたら。さあ、強化チャンス頼む、芯を止めて
題です。さあザハツチ、なぜならこの筐体嫌いでしょ、なんかそういうのがね苦手でございます。まあでも A タイプなんで、まあリーチ目もあるやるし、面白いんやろうけど、毎回言います、筐体がこうね、ちょっとね僕にはキラキラすぎます。なんかこれが回ったり、これが光ったり、これが光ったりとか、なんかもう告知ランプ1個でいいよ、1個でいい、ワン、あとここに集中してほしい。まあエクソーキー嫌いってわけじゃないけど、ごちゃごちゃするのはあんまり好きじゃないよね。まあ打ってないから、まあ打ったから言えよって話だけど、まあちょっと今日は初打ちしちゃいます。どんなもんなのか、どんな台なのか、当たりは引けるのか分かんないけど、まあ頑張ります。いやー、せめて1回ぐらい当てたいよね。はい、ちょチャンス、行ってきます。ない、あっさり、まあ、思ったよりは演出が落ち着いてるっていうね、いいこと。かかります。いいね、いいね、よし、大丈夫です。あれ、お、あれ、ダメ、お、次が大事。まだ今日乙女ボーナスしか消化してないんです、私。あ、ボタンだったここ。初発展です。はい、まあダメっぽさは半端ないんですけど、ちょっと
自分なりになんかあるのかなって、ちょっと、ね、やってみようかな。赤と青しかないけど赤と青を非常に離してると。じゃあ逆押しでバーないバーが湧かないとまったらもう化け的な感じが OK、はい、化けが消えたね、はい、青なの頭も消えた。残るのは赤なの頭のビッグのみ。はい、ない。そういう楽しみ方あるよね、 A タイプは。まあ、もしかしてこう結構最近のタイプはうまい具合に隠したりできるよね。なんか変なフラグを立てて1枚いくとかそういうのはね。でもまあまあ大体ああいう感じでないば分かったりするはず。おっ、ああゴッドかと思った。ありがとうございます。あ、ここでストックしたいですね、この中で。851枚です、現在トータル。よし、が終わりました。嘘。嘘。嘘だ。あ、いやー間違ったかな。液晶右側のボタンは飛び出す場合があります。これ怖っ、ポーンっつって怖っ。これ外れたら怒っていいんすか。
だいぶ怪しい出目。いや、マジで飛び出てこいよ、持って帰るから。マジ飛び出てこいよ、つっかんで持ってくるから。はぁ、止めれないかな。そう、厳しいですか、時間的に。いや、ちょっと、待って、だって7890ポイントあるんですけど、7890ポイントあるんですけど、はい、ということでですね、実戦終了のお時間でございます。なんと7890ポイントまで、ために貯めて、ここでステということで、まあでも新機種討伐はできたんで、まあ、ここの天下ポイントを貯めて天下統一モード入って3連勝して新鬼神討伐入ってもその程度ということなんで、私は、ここでもうこのポイントは全部してさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。はい、301枚回収ということで、今日はとても時間が長かったような短かったような、とても辛かったので早く忘れたいと思います。お疲れ様でした。結果発表です。あのね2時間ぐらい、はい、2時間くらい、あの記憶がない。あ、記憶がない。なるほど。私もところどころない感じ。できればあれメイン・ブラックってなんかあるでしょ、ウィル・スミスの映画あるでしょ、あのこうあれ出してみんなの時ピシッてやるやつ、あれしてほしい。あれしてほしい。忘れたい。あれしてほしい。なかったことにしてほしい。できる？できる？できないよ。あ、そうか。できるわけねえだろ。じゃあまあ結果、はい、じゃあ結果の方からいきましょうか。はい、さらっていきましょう。じゃあ私から、はい、はい、私ですね、結局戦国乙女2を打ち切りまして、はい、総投資がなんと43,000円。ほう、回収が301枚。ほうですので、マイナス1850枚くらいです。ああ、気が楽やっちゃいました、本当に気が楽。いや、新鬼神討伐入ったんだよ、そう、80% アルプのやつ。ああ、マジで、速攻で終わった。ああ、ああ、ああ、その時一瞬だけ盛り上がった。その時だけ、あ、いいね、取り返せるかもって思った。そう、もう実戦40分前くらいに引いたから。うん、人生はジェットコースターであることを非常に今日は見せられたんじゃないの、うん、上がりもあるし下がりが多いけど、うん、下りばっかり、下りばっかり僕が下って道を語ると、はい、朝一吉宗、はい、ヒョーデンザラスト、うん、でハーデス、ハーデス、あ、盛り上がったよ、うん、なんと1100ゲームまで行って、うん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 、天井に行こうぜって思ったら、うん、ヘルゾーンに入って、あー、よくあるやつね、当たりまして、あーで中断禁断になって200ゲーム乗った。おーしゃっ、これでまあ1000枚返ってくるでしょうって思ってたら、うんうん、900枚が返ってきて、うん、ここで攻めるんじゃなくて、ここで攻めるんじゃなくて A タイプで時間を効率を重視して、うんうん、ボーナスを 3,4 回ぐらい引ければそうだね、どうにかなると思ってたら、うん、このようで今まで僕打った中で、うん、何回もこういうこと言うんやけど、二度と打たないと非常に本日、感じまして、
メゾン一国打ちましたけど。あーメゾン行ったの。もうない。もうない。一回も当たんなかった。300ゲームから打ち出して、950ゲームでフィニッシュの、うん、演出に発展したのが2回、うんうん、うちの1回はフリーズみたいになって、バーン、バーンって、いかん、まあでも赤いし、熱いんやろなって、スレーッと外れる。僕がいや、A タイプはやっぱ好きなんですよね。いろんな、まあ、それはもう液晶ある台も好きだし、ない台も好きやけど、あの台に液晶をつける必要は今日感じてなかったんです。だって隣の台がボタンが光ってプッと押したらはい、ボーナスでしたっていう、別に通常モードね。それだけでよくねっつっても。もう液晶も消したらいいです。いや、もう二度と打たないんだ。ボタン飛び出てくるらしいねんけど、飛び出てほしかったです。え、なんで、え、飛び出た瞬間に掴んで持って帰るの。もう抜けとくっつって、にゃっつってやるっていうのはね、総投資4万5000円、うん、回収、うん、ハーレスやめた時に900万円ありましたが、メゾンにすべて飲まれて、0枚でフィニッシュ。ザーマイナス4万5000円のままなんで、投資したきりなんで、2250万円のマイナスです。お疲れ様です。いや久しぶり、うん、なんかいや、この番組でね、うんうん、僕も選手だってもう合計で7500万円ぐらい負けたんで、全然久しぶりな感じはないんだけど、この番組で、ね、久しぶり、こんだけね。しかし私も初めてぐらいで、あんまり ATM 行ってないんです。あ、よ、よかいや、一つ一つの勝利やっぱ大事ですよ、これちっちゃいところで。勝利じゃないけどね、プラス思考ですよ。朝下ろしたんでしょ。下ろしました。ていうか正直、はい、もう自分の台に夢中で、はい、もう点火ポイント貯めるのに夢中で、うん、ほぼ見てない、見てないかもしれない。ただそれでもバジリスク絆はめちゃくちゃ出てた、うん、見ました、うん、さっきちょっと ね見た、出てる、ね、あ、こっちもかな、そっちも悪くなかった、うん、でもこっちの方がすごい出てたよね、やっぱり、やっぱりね、あれはあの階段から降りてすぐ見えるところは間違いないです、ここまでいいんだよ、やっぱり、うん、そうで、あとは、あ、途中で見た時窓かも前代結構箱使ってたかな、あ、やっぱり今日でも多分ね、うん、どっちも窓かっぽいな、あ、そう、そうなのね、そっか、合わせてきたか、これも出てたよ、マージャンファイトクラブ、マージャンファイトクラブつけとくつけとく、でもまだ4箱目ぐらい突然してる、え、すごいね、うん、あ、そう、そう、まあジャグラーはいつも通り3台ぐらい、あー、そこ3台、やっぱりね、こうなんていうかな、こう見やすいとこ、見えるところだよね、こうやっぱ階段あるとこね、こことここ、そう、じゃあもしかしてエレベーター降りたところも良かったんじゃない。あ、エレベーター出てすぐマージャンファイトクラブじゃない？本当だ。で、窓かもそうだし。なんで今まで気づいてなかったこれだな。そう。すげえ単純じゃん。いや、単純やん。もう分かりやすい。そんな感じですかね。ね。やっぱりね、バラエティがすごいいいんすよ。うん、相変わらず。全体的に。多分、正直僕、まあ今日やり直せるんだったらやり直していいんですかね。ダメだよ。ダメですか、うん、はい、やり直せるんだったらここから動いてないです。ああ、そうなんだ。失敗したな。なんで動いた？吉宗は、うん、吉宗は末だったけど、あ、うん、まあでもそれ以外番長は設定変更してた、うん、それ見た、確認済み、うん、で、あとまあ北斗もなんかちょこちょここう人変わってるから、まあ出てるし、結構まあやっぱりこの辺メインで立ち回ればいい日だったと思いますが、うん、欲が出ちゃってここに来ちゃいましたね。今日はちなみにハーレスは僕の隣が設定変更しました。あら、なので設定変更されたりしてます。はいはい、ゴッドコーナーは、うん、それプラス、ま、ここ A タイプバラエティ、 A タイプバラエティも強い、うん、あちょっと消すな。いや、今日だってダメだった、どっちも、ね、両方ともダメなんで、もうない
なかったね、ちょっと なかったこと扱い、うん、いやあと窓かじゃない、窓かもあった、うん、そう窓かもあったんで、まあ簡単に言うとなんかまあそろそろ来るような機種の窓か、うん、そうなんだよっていうことなんで窓かで、で相変わらずバラエティ、バラエタバラエティとジャグラーもういい感じですよ、いつもなんかちょっとだからもう全然ね、だって空いてなかったもん、メゾンじゃなくてこっち行きたかったけど空いてなかったんで、それでこのブラックホールに行きましたね、ブラックホールに吸い込まれてしまったわけだね、そう吸い込まれましたね、なるほどですね、まあそんなこんなで、はい、別に根に持ってるわけじゃないですけど二度と打ちませんので二度と打ちませんのでね、僕のあくまで個人の感想ですけど、はい、まあでも希望あったけどね、うんうん、窓か行っとけばよかったな、そうだね、窓かはまだ来ないまだ来ないで今日だったか、しかもどっちももしかしたら合わせて来てたかもしれない、そういうことだと思います。さあ、実はねちらっと今さら言われたぐらいの勢いやけど、はい、今回で実はおかわりがもう変わらない、おかわりは変わらない、もうできません、ん、うん、おかわりは変わらない、もうおかわりできない、おかわらない、うん、もうおかわらない、おかわらない、もう実はウケすぎやろそんなにだからそれが今回シーズン2、はい、2期が終了となりました、お疲れ様です、お疲れ様でした、さよならはあ、そんなに嫌だったのそんなに嫌だった、今回このシーズンを結構活躍したと思うけど、いやそうおかわりは正直すごい頑張ってくれたし、私も最後の最後でものすごい足を引っ張ったり、前回も足引っ張ったしね、うん、うん、でそう大事なとこ、はい、3期あるんですよ、うん、続くやったで、ちょっと思い出してください、思い出してください、一気思い出してくださいよ、何が違ったの一気と二気の、店舗が2店舗になって、うん、離れちゃったよね、離れて距離を取って、うん、でもやっぱり距離をずっと打てた、取るわけじゃないですよ、ついに同じ店舗で打てるそんなの私がすごいやきもきしてるだけじゃん、またいや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 、また歌ったり絡んだり歌やだー、また歌またそっか、ずっと聞こえてるってこと、うん、決まってくること1個ある、うん、一緒、がっかりよかったね知ってたけど、うん、まあまあまあそんなこんなんで、はい、今回はキムチとライスだけやけど、そうですね、次は気持ちよくライスと肉食べましょうはい、寒いんだわよろしくお願いしますではまた来週、はい、最後にビシッと決めましょう、決めましょう、せーの、ナイスチューミーチュー、おかわり、変わらない。フリーマガジンジャンマリ関東版、皆さん見ていただいていますか？ジャンマリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーがして得する楽しめる情報を配信中。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ねえ、次郎くん。めっちゃためになる。